ニュージーランド千鳥は、超高千鳥も口鳥か地鳥族に分類される鳥類。ニュージーランド全長26から28センチメートル。上面は、肺褐色。額から目先、時候を覆う羽毛は褐色。目上部には白い眉状の半紋が入る。胸部から腹部にかけて白い。口しの先端は分厚く、色彩は黒い。胸子の色彩は大色。幼鳥は、 講子の色彩が単行色。繁殖バネは胸部から腹部にかけて大々色だが、華麗に伴い色彩は淡くなる。以下の分類は IOC ワールドバードリストに従う。口述のように、バードライフインターナショナル及びそれに従っている IUCN レッドリストでは2017年現在、以下のニア種を独立種として扱っている。昆虫、軟体動物などを食べる。 移動と静止を織り混ぜて素早く、獲物に爪より捕食するが、直立したまま、獲物を捕食したり、くちばしや講子で地面を探ることもある。繁殖様式は乱生。北島では、海岸や砂丘などで、スチュアート島では、標高の高い場所で繁殖する。地表に巣を作り、8月から翌1月に1回に2から3個の卵を産む。有交代で放卵し、 放乱期間は28から32日。寿命は14から19年。海岸開発による生息地の破壊。人為的に移入されたおこ女ょ袋ロツネネズミ、ハリネズミなどによる捕食。移入された植物による植生の変化。家畜による巣の破壊などにより、生息数は激減している。以前は南東及び周辺の当初にも分布していたが、絶滅した。 1993年における生息数は元アシュが65羽、アシュ、CO ワクアロニウスが1400羽と推定されている。この記事ではアシュとして扱うが IUCN レッドリストでは元アシュとアシュ、CO ワクアロニウスをそれぞれ独立種として分類、判定している。ありがとうございます。